はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっと今、くまちゃんが4時までしかお時間がないみたいですので、先に、森さんとキャサリン、声が聞こえます？はい、大丈夫です。ありがとうございます。先日はすいませんでした。大丈夫大で丈す。夫です。改いろいめろ。よろましてよろしくお願いします。しくお願いします。はい。じゃあ、ここから始めていきますかね。はい。じゃあ、今回、越前と、香港、台湾、新アジア工芸網ということで、アジアにおける、工芸の可能性についてお話をお聞きしたいと思います。こちらは今、竹富ナイフビレッジの、ワークショップをする、工房の中からお届けしています。今回は千年未来工芸祭の自己委員長の、ここにいらっしゃるのは戸谷さんはい、トトでニです。す。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、自分が千年未来工芸祭のプロデューサーの内田博樹です。じゃあよろしくお願いします。お願よろいししくお願いしまます。す。まずはちょっとくまちゃんの方から自己紹介をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おしゃれ。哦，大家好。大家好，你你好，没有吗？啊，皆さんこんにちは。私はクマです。台湾からです。这一次很开心来，跟大家分享一下台湾跟日本的工艺的产业。那希望借由我这一次的分享，在那个台湾跟日本在这个疫情时代的预计怎么做的方面，可以带来给大家一些新的见解。台湾、嬉しくて呼ばれていただいて、今回は台湾のと日本の光景をちょっとこの場でちょっとシェアさせていただいて、このコロナの時代でこれからどう生きるとかをもしみんな一緒に話したら嬉しいです。那希望今天透过我简单的分享，然后可以让大家理解，就是目前台湾的工艺现况，然后还有接下来台湾目前想要跟日本合作的一些计划。簡単のちょっとパワーポイントで、ちょっと今台湾の現状の光景のことを少しみんな分かれば嬉しいです。这样子可以吗？那这边的话，我们的公司叫做 Howdy。然后我目前担任的是 Howdy 的那个 CEO。然后我们公司一个很重要的核心宗旨就是，希望说我们可以透过社会，然后去呈现设计一个很棒的氛围。台湾从过去年轻的国家，然后再到现在的代工产业的思维，然后我们一直以来都是在从研发材料，然后再到技法的展现，然后呈现一个提出一个很棒的工业化的产品。台湾はとても大切になってきて、で、各国、地方、OEM とかいろいろやってきたんですけど、いろいろ技術を学んできてて、で、今の台湾があるっていう。所以呢，在台湾，我们其实也一直遵从着，SDGs 的这样永续发展指标在发展，但我们也是相同的，跟日本一样，都面对很多一样的问题。台湾も世界と同じように、なんか SCGS を
SDGs をずっとやっているんですけど、日本と同じように、はい、但我们就希望说在这方面的问题上面，我们用公益来解决 这些问题，然后希望可以在接下来的日子里面跟日本一起想办法来面对这些问题。その環境問題を私たちは後継という手法でちょっとやっていきたいんで、それを日本と一緒に何か一緒にやっていったらいいと思ってて。那我觉得这些问题在经过我们过去几年来每年都有拜访超过50个社区的这样子的做法上面，这些问题都逐渐的获得改善。過去3年間で 私の会社は50くらいのコミュニティに訪ねてて、それを少しずつちょっと改善していってる感じです。那借由这一次 coronavirus 的关系，我们其实从 SARS 以来就一直在准备面对这样子大型的问题。那比较幸运的是在国际上面也因为这个事情让台湾变得有名。今回の世界中のコロナウイルスがあって、で台湾はずっと SARS の経験があって、これからなんかずっと準備してきたんで、今回は結構台湾が世界になんか今回の機会で見えてくるのは嬉しいです。但如果说以永续发展为目标来说的话，其实台湾在国际上面反而变得比较弱势。我们希望未来可以借由这个机会，让大家看到台湾的时候，也可以继续的支持我们。なんかサステナブルっていう期待だったら台湾はまた世界に見えてなかったんですけど、今回のコロナの期にもっと台湾のそのサステナブルのことはもっと世界に見えていきたい。那其实之前有提到说在台湾上面有许多天然素材的优势，所以也是因为我们拥有海岛国家的弹性，所以在创作工艺的时候我们能创造出许多样的多元性。台湾は結構なんか自然からいろいろ巡りがあって、素材がたくさんがあって、その上になんか台湾の島の国でいろいろ対応力があって、それがいろいろ可能性が出てきてるんで。那像其实这个上面的英文是代表台湾隐藏的宝石，所以其实我们也是公司一直在推广的，希望能透过公益让大家见识到其实身在台湾有许多很珍贵的宝石，然后这些宝石都可以做成很厉害的工艺品。なんかこの英語はなんか隠れたジュリア宝石って感じで、台湾は結構いろいろなんか素材が出る工芸があるんですけど、それをデザインの力でもっともっと外になんか発信していきたいんです。像是蔺草啊，还有柿子啊，还有一些很适合做植物染的植物们，这都是。哎，我讲历史。怎么了？もう一回。刚刚听不到。就是像是蔺草啊，然后柿子啊，还有一些很适合做植物染的植物，这些都是属于台湾很棒的那个原料，然后都可以做出一些很棒的工艺品。なんか例えば戦だったりとか、柿とかなんかいろいろ天然の素材で染めるなんか素材が台湾にはいろいろあるんで、それをなんかいろいろ原料としていろいろ商品が作れるんです。所以身在台湾的工艺家其实是能力非常强大的，因为他们又要做行销，然后又要做品牌，有时候他们还要自己顾店等等的。なんか台湾の工芸家って結構なんかいろいろ能力を持ってるんで。物を作るだけじゃなくて、マーケティングとかブランドをどうやっていくとか、
自分の店を開いたら自分の店を面倒するとか、たくさんの能力が身につけてます。嗯，但是我觉得这一切跟日本人比起来的话，最重要的是我们拥有大胆尝试的心，然后还有不怕失败的勇气。なんか多分日本の方々と比べたら、なんか多分台湾の民族って結構その失敗を怒らずにいろいろ挑戦していくっていう精神がなんか多分台湾の精神です。所以像是目前台湾在做的东西也有很多像是公益结合创新的计划。なんか台湾人は最近結構いろいろ工芸といろいろテクノロジーとかをやっていて、新しいものを作ったりしたりとかもしています。嗯，像是就有一个叫做公益驱动传统产业的研究型计划，主要是希望透过 3D 印表机啊，然后或者是结合创新的塑胶跨媒材的结合，让工艺都产生不一样的做法。なんか最近台湾であるプロジェクトというのは、テクノロジーとか技術で電動産業を進化するというプロジェクトがあって、そこでなんか 3D プリンターとかを使ったりしたりとか、プラスチックの素材をもうちょっと新しく使ったりしたりする挑戦とかもたくさん工芸家さんたちがやっています。当然我们也参考了很多整个亚洲周边的国家，像是日本的陶艺啊，然后泰国的染染啊等等的，我们都可以像是包含还有一些共同的历史，像是可能漆艺在台湾也有很长的历史，但是却在日本被发扬光大，这样子的例子我们都可以看到。なんか台湾は結構周りのアジアの国々の参考とかいろいろリサーチとかもしていて、で、例えばタイの藍染めだったりとか、日本の陶芸だったりとか、で、台湾の例えば台湾の漆はめちゃ長い歴史があるんですけど、でもそれは日本人が入ってからこそいろいろもっともっと広げていっている感じです。像是有可能你在汇金看到的漆艺的木胎就有可能就是可能是台湾制造的。例えばなんか福島の会津のところの漆器で、結構その中のろくろの生地は台湾で作ってるみたいです。所以呢，在这样子的工艺转变形态之下，我们觉得跨域的结合是一件很重要的事情。なんか工芸をこれからいろいろ変化していくのは、多分その領域の中じゃなくて、領域を超えていろいろコラボレーションをして新しいものが作っていくのは大事です。像是台湾的茶道跟日本的茶道就完全的不一样，但是我们却都是因为以茶为一个共同点，然后去推广品尝茶的艺术。例えばお茶というのは日本でもあるし台湾でもあるんですけど、それはちょっと違うんですけど、でもそれをどうやって拾っていくとかは面白いです。那像中间的话，纸的话也有像是台湾的南投埔里，它就是以造纸为闻名的。那我们也是会这样子用不同的素材去创造出纸的材质，像是有可能用香蕉丝，或者是也有可能用蔺草。像现在中间的这个照片的话，它就是用那个做陶艺的釉料，把它撒上去之后，把它做成一张平滑的纸。例えば真ん中の写真なんですけど、これは手作りの和紙でいるんですか？手作りの紙で、それはなんかいろいろ素材、台湾一番有名ななんか和紙、紙を作ってるところは南東っていうところで、そこでなんかいろいろ素材を入れたりする、例えばバナナの繊維だったりとか、戦の繊維だったりとか、ここの写真見えるのはなんか陶器の釉薬を入れて、でその紙を作ってるなんか紙です。
那当然还有我们都不可以否认的，就是透过旅游来认识在地是一个最好的方式。可是如果我们可以结合公益这件事情，让他们更进一步的了解在地的文化，那是一个最棒的事情了。下の方はなんか旅とか旅行することでなんかローカルのことをもっともっと深くなんか認識していくのは大事で、それを貢献の手法でもっともっと広げていきたいです。所以我觉得在未来啊，如果是可以跟日本合作，以这方面这三个方面为出发的话，我相信我们都可以一起创造出一些有趣的跟有意义的事情。なんかこの3つの方法でこれから日本と一緒に何かやっていたら多分面白いかもしれないなと思っています。以上就是我带来的简短的分享，那也希望大家可以有机会来台湾享受公益的有趣。以上は私のプレゼントです。で、もし機会があれば、なんか台湾になんか自分で足を運んで台湾の光景を楽しんだら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。ですね、今そのあとくまちゃんが20分ぐらいしかないので、軽く、ここにいる今皆さん、森さんとキャサリンとニニちゃんの、戸谷さんの一言ちょっと自己紹介をしてから、越前と台湾と香港のこの工芸を巡ったそのものづくりについてどういったその展開ができるかのお話をしたいなと思います。はい、じゃあまず戸谷さんから一言自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。は越前で、刃物包丁を作ってます。で、包丁って言っても、鍛冶屋さんとかのがあるんですけど、僕は研ぐ専門で研ぎ屋さんしてます。よろしくお願いします。伝統工芸士もしています。はい、はい、じゃあ次森さんいいですか。あ、はい、僕はちょっとね、今なるべく短めにするんですけど、まあ、せっかく何を僕がやってるかということも含めて1分ぐらいで早回しで僕のやってることを紹介させていただきます。で、シェアスクリーンしなきゃいけないかな。いやいやいや、and then we full screen。すごい早いですよ、ちなみに。僕はですね、香港に住んで20年になるんですけども、デザイン以外にですね、私、ミーっていうのは真ん中、自分なんですけども、アートっていう、まあ、会社、設計会社もやればですね、グッドデザインの、運営、中国と香港でやったり、あと自分で若者を支援する、ユナイテッドボイスをやったり、あと大学で教えたり、ビジネスでデザインを、デザインでビジネスをつなげる。あと今後はですね、まあ、環境ですね、シードっていうんですけども、環境で、アジアをつなげながら素材とものづくりっていうのを今一緒にキャサリーさんとやってます。で、まあ、僕自体は商業デザインなのでこういったまあ店舗だとか、公共空間を結構やってるんですけども、それ以外にまあ共生で一緒にものを作るっていうのを最近まあよく取り入れていて、自分の空間設計の中にですね、みんなで手作りで作る空間っていうのをやってます。ここにあるのは例えば、コーヒーを、ね、いる色をですね、中入り、深入りありますよね、あれで、まあ、アートを作るんですね。これも大体みんな若い子のクリエイターさんとか、学生さんを入れながらやっていて、これもそうですね、自分の空間を使いながら、ローカルの、まあ、アーティストさんとコラボレーションして、
香港の伝統をいかに残すかっていう方とコラボして、まあ、みんなでこう絵画を描き合ったりとかっていうこと、できるだけまあ人が、今までこうビジネスで、部分断されていた中をみんなで なるべく取り込んで、インクルーシブっていうみたいなんですけど、いろんな人を取り組みながら、若い人も、いろんな職種の人も入れながらみんなで空間を作ると。あと、まあ、これはちょっと廃材を作ると環境のエコなんですけども、こういったことも結構作品としてはやっていて、ペットボトルだとか、香港は結構飲むのにあのストローを使って飲むんですよね。コカ・コーラもストローで飲むぐらいなんですけども、廃材が結構多いんですよ。それをまあアートに変えながらっていうようなアート作品を使って、まあ、実際もみんなほとんど僕の場合、ボランティアが多いんですけども、まあ、北京でもこういった同じものをやってます、ね。あとあので日本の伝統工芸の発信というので、これは国際交流基金となんですけども、こういった企画で日本 その素材ですよね。日本はすごい素材がやはり豊かなので、漆から竹から和紙から金属から藍染めから陶器からいろんなものを、あの素材を中心に、いろんな各国全国のですね、商品を取り扱いながら素材で、いろんな、場所の地方の、商品を工芸を発信するっていうんですね。で、あと大学では、段ボールを使ったこういうあの作品を一緒に学生と作ったり、あとは、まあ、グッドデザインではソーシャルデザインですね。日本のそういうデザインの文化を発信するっていうので、グッドデザインの中国と香港の、運営の代表をやっております。で、その中にですね、やっぱりその商品だけ売れるんじゃなくて文化を売るっていうことで、実際お茶の、まあ、あの主張の方ですね、松村さんをお呼びして、実際にその、まあ、よく言うその無形の文化ですよね、あの茶器を持ってきてその見せるだけじゃなくて、実際作法からですね、いったことを通じながら、どうやってそういうものが生まれた、ものの、成り立ちですね、関わりっていうのを発信したり、あとで伝統とデザインっていうのが混じった商品なんかをこうアピールしながら、みんなでまたワークショップをしながらと。あとは MOD というのはですね、日本のクリエイターと香港のクリエイターを交流するようなイベントですね。それの、文化交流をやっています。これはそれこそ内田さんなんかご存知のデザイン京都ですね。北林さんと一緒にこれやった物件ですけども、クラフトの、まあ工芸士さんを実際、6人ほどお呼びして、実際現地、こちら香港で、実演で販売で、交流会ですね。ローカルの香港のものづくりの人と、京都のものづくりの職人さんと一緒に交流しながら、同じ素材を中心にどういう作法があって、どういう、作り違いがある、文化の違いなんかを話しながらやってます。で、そうやって生まれた実は商品なんかがあって、コラボ商品ですね、香港のスピーカーのデザイナーさんと京都の金箔の、引き箔屋の、方西村さんと一緒に、作った商品がスピーカーに金箔を貼って、まあ、こういう、まあ、かなりニッチな高級な、まあ、スピーカーを作っていて、伝統工芸とデザインっていうのもコラボでやってますね。また逆に、全く逆で香港 あのクリエイターさんを、まあ、これも京都のアンテルームっていうホテルなんですけども、お招きして、まあ、香港のものづくり、同時に、まあ、これもあの北林さんの外して手伝っていただいたんですけども、実際そのいろんな工芸のものづくりをですね、ここで一つ問題、まあ、同時に合わせて言うんですけども、香港の方ってなかなか工芸に触れる機会がまずないんですよね。やっぱりなぜかというと、あのもう香港っていうのは中国からイギリスに植民地になって、また香港になったけど、その、いろいろ歴史の中でものづくりの文化っていうのがなくなってしまったんですよね。だから、デザイナーいろいろこうハンドメイドの方っていらっしゃるんですけども、なかなか実際、なんていうかな、職人の技法っていうのが皆さん持ってないです。ほとんど 手探りで皆さんやってる中で、やっぱこういうふうなこう文化交流の中で実際のものの作られ方、あと技術っていうのをですね、目にすることで、まあ、いい彼ら自身の勉強にもなるし、啓蒙にもなるし、何かその商品の知恵になるっていうこともあるかもしれません。で、あとは、まあ、若い人たちとつなげるっていう、こう循環型の創造的なあのクリエイターコミュニティっていうので、とにかく僕は若い人を引きずり出して、いろんなファッション、建築、インテリア、工芸、いろんな人がいます。その人たちを混ぜながら、その今若い人たちがどういう取り組みをやってるかっていうのを、あのいろんな業界を混ぜながら、交流するんですね。新しいアプローチをしている商品を作る方だったら、そういう人を、取り入れながらみんなでシェアして、でお互いに知識と、なんていうか刺激を与え合うという環境を作ってますね。で、ここでどん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 今広がっている中で、僕の場合はまあそういったプラットフォームを作りながら、まあ、一つのプロジェクトを一緒に作ったり、これはソニーさんがですね、ある商品を、香港で販売するときにライフスタイルが違うのに商品は売れないだろうということで、アーティストさんにその使い方、日本の例えば有名な商品なんかを
これどうやったら商品が香港の生活に取り入れられていくのかっていうのをアーティストさんの観点からですね、その日本香港のライフスタイルにハマる商品の、コラボレーションっていうのをいろいろ提案してですね、例えばお茶と映像だとかあと香港の、住宅環境にある、プロジェクターの使い方とか、そういうふうにつまり物は機能はあるんだけど結局どう使うかっていうのはその文化性によって違うんですよね、ライフスタイルに。それを逆に提案することでソニーさんはそれをデータベースとして生かして、アーティストさんは自分の発信に生かしてっていう。でこれ最後に内田さんと、まあ、間接的ですけど会った機会ですけど、僕結構いろんなこう社会的な運動をするんですけども、まあ、ちょっと政治的な話を置いといて、実際まあ香港にはかなり、まあ、この京都のサキキューブさんでやったところですね、内田さん懐かしいですよねまあ、こちらで実際あのキャサリンさんと一緒に2人でコラボレーションして、香港のやっぱり自由な表現、つまり表現力っていうのは基本的にはそのコントロールされるものではない、やはり自由な表現が良いものを生むし、クリエイティブということで、あの政治的なことではなくて、やっぱりその自由な表現の中から出てきたいろんな、あのそれこそあの香港であった去年のデモですね、今年のそこから出てきたいろんなものっていうのが実はできたんですよ、メッセージの性のあるものっていうのが。でそこに出てきた一斉あのいろんなメッセージ性のあるものがですね、実はデザインと絡み合ったり工芸と絡み合ったりっていうのいろんな商品が生まれたんですよね。でそうやってあの出てきたものを紹介しながら、香港のつまりその背景にある自由な表現とクリエイティビティっていうのを発信させていただく展示会を、しましたね、ということです。まあ、私の、まあ、ちょっと長くなりますけど、あの以上の、はいはい、ありがとうございます。じゃあキャサリンお願いします。はい、すいません、私も PPT もあります。でも大体、1分ぐらいです。日本語で大丈夫、大丈夫、頑張って。ちなみにキャサリンとさんと僕は最近よくあの一緒にパートナーとしてあの一緒に活躍することが多くて、今後一緒にできることっていうのはやっぱりその香港のものづくりをどういうふうにつなげていくかっていうことと、あとテーマとしては環境をやっぱり意識してますね、はい、キャサリンと申します、よろしくお願いします。香港のアートクラフトプラットフォームです。English maybe. Sorry, I have to speak in English maybe even faster. Actually, my husband and I set up our brand BS Letter at 2010, and then we tried to do a different kind of leather product and with especially Japanese leather, and this is one of our product and go to different countries for the exhibition and also to try to.Promote the culture of Hong Kong to overseas too. And because we are the crafter too, so we understand the pros and cons for the craftsmanship. And now, so that's the reason we have set up an international craftsman platform for design product. So, 彼女たちはですね、2010年から、まあ、革の製品を中心にした、まあ、BS というレザーワークショップですね。で旦那さんと、キャサリンさんが立ち上げたんですけども、彼はもともとものづくりの方から立ち上がったの で実際こういったことで彼ら自身の革製品のものづくりを、まあ、近辺 の, そのアジアの中でいろいろプロモーションしながら同時に、アジアの中でのネットワークっていうのをすごく意識をしていて、で彼女のあっちのいいところっていうのは今ちょうどそのあのデザインポートっていうんですけども、いろんな香港のローカルのクリエイターをアジア向けに発信するっていう、まあ、一つのものづくりのビジネスをやってるわけですね。で彼女が言うのはそういったプラットフォームの、まあ、ビジネスもなさってますけども、彼女たち自身が実際ものづくりの人たちのからの発信なので、とてもそのものづくりに関するいろんな問題だとか、条件だとかっていうまたあと苦労も知ってるので、そういったことの目線からよりそのアーティストをより良い理解をした、深い理解をした中で、あ周りのアジアに、ものづくりを発信するというお仕事をされています。For now, we have like over 150 artists all over the world, and we have artists from Japan, Taiwan, Hong Kong, Korea, etc. etc. And we try to, the platform, we try to help them to promote their brand and try to do all the marketing and also the in-house. Project for them. Yeah. そうでですね、約150ぐらいのですね、香港
あと他の海外、台湾のブランドもあります、日本のブランドもあります。そういうように海外、アジアを含むですね、いろんな国のブランド、ものづくりのブランドを、まあ輸入したり輸出したりしながら、まあ、商品の交流を通して文化交流をなさっています。This is the customer that we working for with Craftsman's and also the luxury brand collaboration,、mm-hmm. like the skincare, the fashion jewelries and even car.Brands too, and this is what we work for this 3 to 4 years.、うん、で彼女の場合 B2B もやっていて、そういったそのクラフトの、商品だとか、あとものづくりっていうのは、例えば、B2B の場合だと、ね、クライアント今モニターに打ってますけど、彼らが例えばクラフトの技術を使ってテーラーメイドで何か作りたい場合ありますよね。オーダーメイド品だとかね、例えばノベリティ品とか、そういった場合にやっぱり小ロットになってしまうんですよね、どうしても。例えば150個、その例えばイベントだけとか、VIP 向けとか、そうなると、小ロットの時って大量生産なかなかできない、対応できないじゃないですか。そういう時に手作りっていうのが生きるんですよ。で、そういうところを彼女と、あと他のそのクラフターっていう、まあ、工芸士さんと一緒に組みながら、いろんな部分を組み上げて、まあ、こういったまあオーナーさんに納品すると。で、そこにやっぱりハンドメイドっていうのが生きていくんですよね。And also, this is the event for these few years, and we have in Taiwan, Hong Kong, and also in Japan too, and also different like premium gift for them. And especially, we do not only promote Hong Kong artists. We believe that there's no difference and no boundaries between us and craft to promote the artists. And so that's the reason we, for like the Dior event, we invite the artists from Taiwan for using the paper craft and then to invite that, her to go to Hong Kong. 例えばこれすごく面白いんですけども、その実例として、彼女の場合別に香港のアーティストさんとかクラフトさんだけ工芸士さんだけをプロモーションしてるんじゃなくて、例えばクライアントのそのニーズがあれば、これ実はこの紙ですね、これ手すきの和紙なんですね。で、この和紙自体は実は台湾のアーティストさんの和紙なんですよ。そういったことで、彼女はまあいろんなそういったコネクションを生かしながら、例えば一つそのオーナーさん、クライアントさんが何かこう依頼がありますよね。それに対してどういう人たちと組めば、どういうどういう商品が出るかってすごくこう縦横無尽によく理解していて、でプロジェクトを立ち上げるんですよね。And especially in Hong Kong, there's not much material, so we invite the artists from Taiwan to they make the handmade craft, the sustainable brand for handmade craft like the washi,、mm. yeah, and then we use the theme of the Dior to apply the perfume and also the ingredients of the Dior. So we link up the customer and also the craftsmanship together and then we provide the on-site service and also the premium gift for the brand. So last time they ordered like 4,000 to 5,000 handmade card for this one.Yeah. すごいね。急ピッチですけど、今このブランド、Dior さんのブランドですけど、やっぱりその、まあ、ハイエンドのブランドさんって結局、なんていうか、ブランドイメージって、ね、やっぱりその商品だけ売るんじゃなくて、エンゲージメントって言うんですけど、やっぱりダイレクトにお客さんに何か知ってもらうっていう何か仕掛けをしないと、ブランドって大体メディアとかね、商品だけ流れてるじゃん。あとはお店に行くだけね。でもなかなか直接的な接点ってあんまりないですよね。だから彼女たちってその、ハイエンドのそういうディオールさんとか有名ブランドっていうのは必ずなんかイベント的なものを仕掛けるんですよね。その時にどうしてもそうなると特別なものになってしまうの、小ロットになってしまう。でもその時に何かしら特別性、スペシャルなアイテムじゃないとダメなんですよ。お客様がもらってサンプルでも何でもいいけど、ああ素敵と思わないと。でその時に生きるのが彼女らの場合、この特殊なその和紙のですね、ただ香港は実は素材がほとんど国内の中にないんですよ。で、ものづくりもやはり素材がないと発想もあれないし、そういうところから彼女たちがアイデアがあって、クライアントさんが依頼を受けたんだけども、実際香港でこういったカスタムラー、テーラーメイドで和紙の商品を作れる人がいなかったんです。で、彼女は今使っているそのデザインポートのプラットフォームを使って、台湾の和紙の作家さんとコラボレーションすることになりました。で、そこで出てきた、できた商品が、まあ、こういった手すきの、カードであったり、ポストカードであったり、で、ディオールさんの場合は、こちらにですね、要は結局こちらの紙に、パフューム、香水を染み込ませるという手法を取ったわけです。で、まあ、一つの、バレンタインのラブレターみたいにも見えますし、ここにそのディオールの香水を染み込ますことで、つまり商品のプロモーションにもなるわけですよね。
まあ、そういった彼女はビジネスのアイデアがある、ネットワークがある、そして実際クラフトをどういう工芸をどういうふうに取り入れるかっていう、その3つをうまくそのコーディネーションすることで、こういった実際の、まあ形にすることができるっていうことですね。And also, apart from the craftsmen, and also we also promote the traditional craft like this one. It's also for Christian Dior too. We invite the artists, paper craft artists from Taiwan to Hong Kong, and they could do their on-site demonstration at this at the shop of the Dior for a period of time, like 2 weeks to three weeks. And then they could talk with the customer and also do the premium gift on site too. こちらもですね、まあ一つのそのプレミアムなクライアントのイベントなんですよ。これ、who is the client? Taiwan artist. No, the client. The client, Dior. これもこちらもディオールなんですよ。割とディオールさん結構多分あの伝統っていうのを多分使いはるのかな。で、香港向けにですね、あのこういった切り絵ってありますよね。で、その場で こちらもですね、左に写ってるアーティストさん、実は切り絵アーティストなんですけども、こちらも台湾から、消費してお招きいただいて、こちらにあの実際デモのために、その2週間のデモのためにこちらにお呼びして、で、実際その、ディオールさんの会場で切り絵をしてもらいながら、お客さんにこういったそのノベリティ商品を提案すると。And also, we apart from the on-site service and also that.Craftsman promotion, like we have to brand with some kind of like the icon like Samuel and Disney's with the craftsman, and like we have the leather craftsman, my husband, to do the Disney hotel leather craftsman at their hotel, and all the interior design, which is the, for the leather part, we promote the artists to help them to do this kind of project.うん、どうしても、まあ、あのサンリオさんとのコラボレーションだったり、まあ、ご存知でしょうね、右の下の方 の, あのなんだっけ、忘れちゃったキティちゃんかとかね。であの右の上の方はあの香港ディズニーランドホテルですね。でこういったこのプレミアムだとかあの少数ロットの、まあ、特注みたいなあの結構企画っていうのは実は結構香港は多くて、そういった際にやはり、コラボレーションとして、工芸師さんだったりハンドメイドの方をハンドクラフトの人をお招きして一緒にコラボします。And, and also different kind of premium gift production and also different kind of exhibition we do for different like BMW and our customer in Cartier and we build up a leather workshop at Cartier too. So it's kind of we have the foreign artists we help them to do at the Jo Malone.And then this is what we've done. We have to link up the craftsmen to the luxury brand and to have a sustainable business future with them. And also we do exhibition. This is at the Tainan Hotel and with the different story of the artists from Taiwan, Hong Kong. And also we invite them to do the exhibition.And in Hong Kong, the exhibition, and also we even fly the Hong Kong artists to Taiwan to teach workshop. And this is kind of like the collaboration in Tainan. Mm-hmm. And so we hope that we could do the same with Japan too, because you know, we believe that we could work together to make us stronger. This is the theme that we go together. And also the workshop we do is for the primary school to university and even for the elderly or two. This is what we do at.で、まあ、最後に、まあ、あの一つもう一つあるのは、実際にお客さんを、まあ、取り込んだ形でワークショップをよくなされますね。やっぱりその商品だけものだけ作って B2B であの商品をまあ扱うっていうのは限界がありますので、こういった実際ハンドメイドのワークショップを組んだり、あとクライアントと一緒にチャリティーイベントを組んだりということで、実際まあ B2C ですね、実際お客さんを取り込みながら一緒にものづくりをしたり、その場合にもやはり、香港から逆に台湾に、アーティストをあの送ったり、逆に台湾から香港に、アーティストを来てに来てもらったりしながら、そういったワークショップの企画をしながら、実際に商品とものづくりとお客さんという形で実践をされています。よろしくお願いします。はい、以上です。すみません、長くなりました。はい、すみません。ありがとうございます。いやー、すごい大活躍ですね。はい、じゃあ、ちょっとニニちゃんから、自己紹介お願いします。あ、みんなさん、こんにちは。私は台湾人で、京都でちょっといろいろ後継産業とかをいろいろやってるんですけど、で、ニニと申します。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、時間大丈夫か。
じゃあちょっと今くまちゃん、J さんが抜けちゃったので、ににちゃん代理でいろいろと台湾の事情とか、今台湾から日本に来て、どういうふうに工芸とつながっているかなど、今森さんとかキャサリンと一緒にお話できたらなと思います。はい、じゃあですね、まず今先ほど言われてた、香港には素材がないっていうことを言ってたんですけど、まあ香港から見た日本の、工芸っていうものをもう少しお話ししていただいてもいいですか？そうです。じゃあ僕は少しかいつまんで、まあ、香港人の代表って言ったら変な言い方なんですけども、香港事情をよく知ってるのでちょっとお伝えしますけども、やはりその素材がないっていうのはやっぱり素材って結構発想のなんて源になりますよね。でそれにプラス、じゃあどういうふうにそれから形を作るっていうふうな順番がこうあるんだけども、やっぱり素材が手元にない文化っていうところってなかなかアイデアの発想の原点にならないので、どうしてもその理由っていうのがどうしてもコマーシャルより、つまり何か理由がないと物がつまれない、作れない。つまりそのアーティスト的なところっていうのはこう遊びながらね、いじりながら作ってなんかできたっていう思考があるじゃないですか。作りながら考える思考ってあるんですけど、なかなかそれが香港の場合っていうのはその素材がない。なぜかというと購入しないと手元にないわけです。どっかそこら辺に街巷に転がってるわけじゃないし、で素材をもう現地で作ってないので、やはり買わなきゃいけない。その買わなきゃいけないお金 が発生しますよね、当然。でそうするとお金がないから素材が買えないということになるんですよ。巷に素材がないの でそのジレンマの中からどうしてもビジネスがないと何も作らない、作れない、依頼がないと作らない。なんていうか、その工芸というものづくり の, その基盤となるものの歴史がもうなくなってしまっているので、何か始めるのにも自分でアクションを起こさないと何も触れる機会もないわけですよね。だそこがやっぱりその香港の場合の、まあ、なんていうかな、ネガティブな部分というか、ちょっとまあ弱いところでもあるんだけども、逆に言うとですね、まあ、香港 の, その面白いところというか得意なところというのは、よって物質性にあまりとらわれないことです。例えばこれをするのにあれがないとできないということじゃないんですよね。アイデア先ですよね。例えば今さっき言ったようにクライアントが何が欲しい、そのためには何が必要でどうすればいいかっていう方法論に今度逆発想的になるじゃないですか。その時にやっぱり香港人のその多様性、いろんなアイデアが多分日本の、まあ、とか台湾の人とちょっとアプローチが違うなと思うのは、逆にこだわるものがないんですよね。物質性っていうかそのものがないですから、発想ありきとかコマーシャルとか、クライアント歩きとかっていうことなので、そうするとそ の, イメージを達成するためには何があればできるかっていう逆発想ですよね。そういった意味で、面白いアイデアを形にするためにはっていうところがすごく縛りがないっていうんですかね。そういう意味で言うと、物がないのでなかなか発想生まれないんだけど、物がないことによって自由な発想ができるわけですよ。自由に連想すればいいわけですから、そのためには別に文化的なこだわりもなければ、変な話継承する伝統すらもないので何のこだわりもないんですよ。それがまあネガティブかポジティブか、いいか悪いかということは別としたいで、よって自由な発想ができるのでこだわりがないので、そよってよくね、そのフュージョンっていう言いますけど、いろんな融合した商品が生まれるわけですよ。よく香港の例えで言われると、イーストミーストミーツウェストって言われるんですけども、香港はよくその西も分かれば東も文化も分かる、でその多様性を取り入れる中で、例えば東の発想で西の商品を作るとかね、西の発想で東のものを作るとか、そういう考え方がとてもそのなんていうかな、なんていうかな、モダンって言ったら変な、ちょっと端的ですけども、すごく新しい新鮮な商品が生まれやすい市場と、お客さんもそういったものを取り入れる柔軟性があるっていうことですね。だそこはやっぱり僕は面白いなっていうことがあります。でその中で思うのが、やはりそのでも実際物を作る側っていうのは素材がないとダメです。実際そうですから、まあ、日本側に僕らが期待する、香港側が期待するっていうのは、やっぱり素材の開発、開拓、開発、僕らもっと知りたいんですよ。今言ってるみたいに、やはりそうは言っても市場先行型だけど、やっぱりいろんな素材を知ればいろんなより良い
発想ができてくるっていうのは当然ですから、もっと素材を知りたい、そのためにやっぱり日本との交流、台湾との交流っていう中で、これからもっと交流させていただきたい。で、素材の一種、もしかしたら日本ではこう使わないけど香港だったらこう使えるっていう、もしかしたら提案もあるかもしれませんね。市場が違うので、発想も違うので、アプローチも違いますので、そこら辺が可能性として面白いなと。あとやっぱり技術の、継承ということもありますね。あの香港はいろいろ手探りでやってるのでエラーもあるんですけども、やっぱりいろんな、それこそあのジェイさんが言ってみたクラフトとデジタルって言ってらっしゃいましたよね。新しい技術を 3D とクラフトみたい、そういうのはやっぱりアジアこれからいろいろ進んでいくと思うし、香港でもそういうことをやるときに、できればやっぱり香港の、ものづくりの人たちっていうのは、もっと日本からそういった、まあ、本当のこう、まあ、本格的というかね、技術を伝統されているノウハウというのは香港にはないので、日本の持っているそのものづくりのノウハウというのと新しい発想をうまく融合させながら、より新しい何かものづくりを考えられないかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。今その越前に対してなんですけど、まあ、森さんは越前って言いますか、福井の企業さんともお仕事してたりとか、まあ工芸の現場も見てらっしゃいますし、あとニニちゃんもその福井に来たこともありますし、工芸に携わってて、まあ、割とその世界から見ると、まあ、工芸といえば京都とかっていうイメージはあるかなと思うんですけど、越前を知ってるお二人からして、まあ、世界から見たその越前の魅力っていいますか、越前の工芸とコラボレーションする何か、ワクワクするところとか、何か希望的な、僕ら外から 見れてないので、京都で泊まっちゃうんじゃないかなっていうものがあったりするんですけど、そういったところを、まあ、ちょっと教えていただきたいなと思います。リンちゃん、さっきどうそうですね、なんか結構リニューとかなんかいろいろなんかきっかけてなんか福井に行ってました。でなんか最初にびっくりしたのは、結構なんか百貨店とか置いてるなんかザ日本の伝統産業とかのものをなんか普通の民家の中に作ってるのはめちゃびっくりしてて、なんかそんな、 なんか高級なものはこんなところでやってるのかなと、なんか結構な感動しました。だからなんかやっぱり今結構なんかいろいろなんかものづくりの裏とかをいろいろ発信してるのは、やっぱりそれは日本の強みかなと思って、その、なんかその背景にあるなんかストーリーとか、なんかそれらをもうちょっと外になんか知ったらいいなと思ってて、でまたそうですね、そのさっきなんか森さんとかも言ったように、なんかやっぱりいろいろ素晴らしい素材はもっともっとなんか台湾とかも結構みんななんか結構挑戦心が強くて、なんかいろいろ組み合わせとかなんかいろいろ発想があるから、それをもっともっとその素材としてなんかアジアとかいろいろ共有したらもっともっと可能性が広げるかなと感じました。ありがとうございます。じゃあ森さん、いいですか。ちょっと今いろいろ考えたんですけども、やっぱり福井、あとね越前ですね、いいところっていうのは、まあ、ちょっとね極端な例えで比較にちょっとするんですけども、例えば京都さんと比べ、京都さんって言ってさんつけるか必要あるかどうか分からないけど、京都と比べるとですね、実は京都はやっぱもともと公家文化だから、まあ、城下町というか町にね、結構いろんなこう町屋に職人さんがいるじゃないですか。で結構縦割りじゃないですか。ところがやっぱり越前っていうのは割ともともと土着で、やっぱり一つのその地域自体が職人さんがいるんですよね。でやっぱりその土着性っていうのが僕はやっぱり京都とは違うところだと思うし、まあ、そこが逆に、まあ、先ほどそのジェイさんも言ったツーリズム、クラフトツーリズムっていう言葉があるように、やっぱりそれぞれ持ってる地域の良さっていうのは、人間ってそのね、極端にお店を訪ねるようにポンと行ってお店ドア開けて、はいこれ一つ、これあっち楽しいっていう、こうエンターテインメント系のなんか
開けてびっくりみたいなことではなくて、やっぱり観光がいいのはゆっくり時間かけてね、自分が馴染んでいくじゃないですか。街の風景、その、食もそうだし、あと経験から得るものってなんかチューンされるんですよね。やっぱりそのものづくりやるときに、例えば、まあ、観光地化された京都と比べるとね、京都はすごい密なんだけども、やっぱり実はリフレッシュしてないんですよね。常にもうポイントポイントでこうな、刺激を追っかけているような感じの、まあ、観光に対して、越前の観光っていうのは、クラフトツーリズムっていうのは、やっぱり自分がそのチューンされていく、そのゆっくりスローに変わっていく中、あとコミュニティのスピードに合わせなきゃいけない。で、土地のものを見る。で、多分いろんな中で自分の感覚が開かれているようなところが、その地域地域にあるじゃないですか。漆器もあれば、和紙もあればね。まあ、サバイはちょっと工業化してるけども、あと繊維もありますよね。結構その小さな町の中に、各地域の中にその産業が生きてるっていうのは、まあ、変な言い方だけど、生態系的にね、人間がもうちょっとこうニュートラルに戻るときに、すごくいい町のスケール感と文化性ってある中に、その中にものづくりがあるっていうのが、僕は多分そのプロの人がプロの商品を見るような観点で何か技術を知るとかじゃなくて、基本多分工芸のいいのっていうのは結局自然のものでできてるってことじゃないですか。現地でできるだけその土地で採れたものを、土地の人たちが手作りで作ってそれを消費するっていう、まあ、地産地消ということですけど、そこをやるっていうのは実はもともと一番人間が、まあ、原点に変えるっていうわけじゃないけど、一番それが素直なやり方だと思うんですね。でそのためにやっぱりそれなりの、スピードがいると思うんですよ。行く側も、つまり訪れる側も、そのものを知るには、もうちょっと一泊泊まってね、ちょっとこう買い物だけしてっていうのは、なかなか文化ってそんな簡単に即席で分かるものじゃないと思うんですよ。京都は下手したら、雅な世界だから、表面的なところだけ見て、あれこれって言って、要はだから派手ですよね、言っちゃ悪いけど、京都はね。多分それはね、多分自分がその、チューンする時間が短いからだと思うんですよ。だからこう派手なものに飛びつく。だから変な話、観光の人たちってだからそういうものにやたら飛びつくでしょ。派手だから。短時間の中でチューンするって選ばなきゃいけないから。でもやっぱり地方型のその工芸と観光のあり方っていうのは、あとものづくりもそうですね。理解っていうのはやっぱりこう自分自身がそういう、まあ、生態系みたいなところの中にペースを合わせていく中で、自分がしっかりこうなんていうかな、こう調和していくような感覚。僕はそれはやっぱり地方のものづくりのやり方の得意なところでもあるし、すごく僕たち人間にと、今の現代人の人間にとってすごいいいことだと思うんですよね。はい。ありがとうございます。まあ、今の、ね、にんちゃんと森さんのお話を聞いて、今やっぱりいろんなところと越前の内刃物も世界に向けて発信していってると思うんですけど、まあ、そういった中でこう戸谷さんもアジアとどういうふうにつながっていこうかっていう感じを、何か質問だったりとか、はい、お願いします。まあ、これ対極な感じで、自然豊かなところと香港も都会的なところがあって、逆にさっき聞いててこだわらないっていうか、素材がないのでクリエイティブにしているっていうのも、僕らも意外と素材はあるんですけど、こう新しいものを作るときは包丁作って刃物作ってて、刃物にこだわらないとこから始めないと新しいものってできないところがあるって、あんまり自分が研ぎ師で研ぐ作業ない商品も僕考えるんですよ。それはもちろんもう自分のメインの仕事捨ててでもちょっと新しいもの作ろうかなっていう時に、今みたいなお話とかはものすごいためになるし、大事なところなのかなって、思いますね。ありがとうございます。今すごい森さんからはいろんなことを教えていただいて、まあ千年未来工芸祭としてもこれから、目指すべきこととかやらないといけないことっていうことを、まあ、森さんなんかはもうすでにやってるんですけど、この前すごい僕森さんとお話ししてて、まあ、印象に残ってたのが、まあ今回のコロナの中で台湾っていうものがすごく、森さんから見て台湾ってやっぱり素晴らしいなって、思ったって言ってたじゃないですか。はい、その辺をちょっと、もうお時間もあれなんですけど、最後に、こういう状況の中でその台湾の素晴らしさっていうところが何だったのかっていうことが、僕たちも勉強になって、
まあ、今後の、コロナの対応だったりとか、またコロナが終わった後にまた新たなウイルスがこう来た時の対応にできるんじゃないかなと思いまして、ちょっと教えていただきたいなと思います。うん、そう、実はですね、今キャサリンさんと一緒にこれからのものづくりに必要なものって考えるときに、やっぱりサステナビリティというのは、まあ、外せないというか重要になっていくので、で、はい、その時にちょうど約半年前ぐらいかな、5ヶ月ぐらい前に、実はジェイさん と、うちらキャサリンさんとで、まあ、日本の方とですね、まあ、3カ国で何か一緒にものづくりのプラットフォームができないかって考えたときに、やっぱりサステナビリティとは3カ国共通のテーマであるというのがまず出たんです。でそれぞれの国の良さとか、まあ、ネガティブな部分っていうのをこう評価しだしたときに、台湾は面白いなっていうことに発見したんですよ。それがなぜかというと、それこそコロナの話をして、あ、僕らも本当こうやって参加国でやりたいのに、もっと自由に行けたらよかったねって話になったときに、じゃあ行けないからできないのかっていうことではなくって、でその時に、コロナで一番そのロックダウンっていうか国自体を閉鎖したのが台湾が一番先だったんですよね。で普通施策からすれば経済的にはそうしちゃうと、やっぱり資本主義社会ですから、海外からの、そういった、まあ、経営なんかとかいろいろ経済とかビジネスのシャットダウンするっていうのは致命傷じゃないですか。それを台湾さっきやったのなんでかなって考えたときに、実は台湾っていうのはすごくサステイナブルな、まあ、国だったんですよね。今 J さん言ってたみたいに、台湾の中で結構自国でかなりいい、いろんな素材が取れるんですね。まず素材に関しての自給性っていうのが高いですし、で台湾結構実は、まあ産業、農業産業、そして、まあ、IT 系の、まあ、技術テクノロジーもほとんど網羅してますね。で自国の国があまりその海外からの輸入輸出に頼らずにできるっていうのは、実はすごくサステイナブルな国だなと思ったんですよ。でそういったこうキーワードをしながら、じゃあ実は香港とか日本がどうなのかと思ったときに、やっぱりスーパーからいろんなことを考えるとね、はい、物が入らないから暮らせないという状況が短期間ありましたよね。で日本なんかものづくりの特に国だから産業ベースですけど、工場で商品作ってるのに中国からの商品届かないから、結局製品ができないからストックができない、供給できないということ、またジレンマがあるわけ。それで結局どんだけその一つの国が他の国との交流っていうか、そのビジネスも含めて頼ってるか、下手したら場所によって観光が止まってしまうと、もう本当もう街全部死んでるみたいなことも なりましたよね。やっぱりそういう主要産業があまりにも海外から その流入に頼ってるところっていうのは、ある意味で今回の場合すごく、まあ、危ういなというか危険だなと思ったときに、台湾は偉いなと思ったのがそこなんですよ。観光にも当然頼ってますけども、生活ベースでいうと自給自足できているような環境なので、それがまず一つサステナブルです。でもう一つ、ちょっと J さんもちょっとこちらにいらっしゃらないので、まあ、面白いなっていう話になったのが、まあ、J さんとの話の中で、実はそのフードウェイストってあるじゃないですか、食から出るゴミで、今台湾で結構流行ってるのが、そのなるべくその食のゴミを作らずにとか、逆にその出たゴミを生かしながら、シェフがどういうふうにその、まあ、雑飯とは言わないですけど、出たゴミをまだどういうふうにクッキングするかというのが流行ってるんです。サステイナブルのフードっていうこと、僕はそれ、僕らものづくりの人たちだから、ファッションどうするかとか、ハードですよね、ものにはこだわってるけど、一番人間に必要な食ってあんまりそのリサイクルって考えないでしょ。まあ、J さんにちょっと食を使ってその染め物するっていう話はしてましたけど、多分そこの部分の消費が実は本当一番大きなわけですよね。毎日食べなきゃいけないわけで、毎日耐えるゴミができる、ほとんどは飲食から出るゴミがほとんどなんですよね。そこはあんまり歌われずに、水の鮮度とか切れさだとか、あとものづくりのその産業廃棄が出ないとこだけみんな言ってるけど、実はそういった意味で台湾がすごいなっていうのが、ものづくりのサステナビリティ言ってるけど、食のサステナビリティも言ってるんですよ、台湾が。まあ、その中から僕はすごい台湾に学ぶところが多くて、だからその彼らが持ってるその、なんていうか、優れたところっていうのは、僕たち香港とか、もしかしたら日本も学ぶべきものがそこにちょっとあるのかなと思いましたね。つまりその点で見るんじゃなくて、全体感でしょ、その環境ですね。はい、ということです。ありがとうございます。本当に今日いろいろと勉強になりまして、これはこれからもね、うん、何か、
まあ、今日だけのことではなく、ここからまたスタートするこの新アジア工芸網っていうことで、なんか継続的にいろいろとこうつながって、うん、まあ、今、ね、国と国の行き来ができないですけど、うん、まあ、こういうふうに Zoom で、お話しして、ね、ものづくりの、ことも、アップデートするようなこともできますし、まあ、今後ともなんかいろいろと連携して新しいものづくりを、していけたらなと今日すごく感じました。ぜひぜひ、というか絶対行きます。絶対行きます。本当は行きたいですけどね、思いっきりそうなんですよ。で、本当はね、キャサリンとも今年の2月にお会いした時にもう工芸祭に、千年未来工芸祭絶対出展するよって言ってくれて、うん、うん、いや、ね、来年こそはぜひまたね、そしてまた新しいものづくりを一緒にしていきましょう。はい、一緒に頑張りましょう。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。兄ちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、引き続き、はい、一緒にいろいろやっていきましょう。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。